関谷大橋は、新潟県新潟市の関谷分水に架かる、新潟県道16号新潟亀田内野線の道路橋梁。左岸は中央区、右岸は西区の区域にあたる。関谷分水路の改作工事進捗に伴い1971年5月に完成。品野川の元川分流点に近いところに架かる。橋七278.7メートル。 福音17.3メートル。片側2車線の軽4車線で両端に歩道を備える。当初歩道は下流側の身にしかなく、上流側の歩道はもともと新潟交通電車線の橋梁として供要されていたものだが、同線が1999年4月に廃線となったのに伴い、2003年に改修し歩道として供要された。 橋に沈めの青山道下交差点から、県道16号は右にルートを変えて、道市内や、牧、国道116号方面にへ、この交差点を起点とする県道42号は、新潟バイパス、黒崎 IC、白根方面にへ、直進した先は、新潟市道後の132号線となり、県道16号や新潟市道平と小針線へ、それぞれ至る。 関谷大橋はこれら幹線道路へつながる新潟島から新潟市西部や南西部へ向かう要衝の橋として機能している。なお、2005年3月から平日通勤時間帯の混雑を緩和するため、関谷大橋を含む関市に一丁目交差点青山、道下交差点の区間で車線変異を実施している。午前7時30分から9時までの間は市役所方面が3車線。 青山方面が一車線となり、市役所方面の左側車線はバスレーンとなる。その他の時間帯は片側二車線。新潟祭りの花火大会を遠くから眺めることができるため、祭り当日には主に青山地区から多くの住民が橋に集まってくる。ありがとうございます。